あちゃんです。今日3月28日、寮のね、免許おめでとう記念ということで、ちょっとね、いろんなものを作っていきましょうということで、あこちゃんと手伝ってもらってます。で、第2弾、引き続きね、ちょっと途中で止めたんでいきましょう。ではあこちゃん、よろしく。はい、お願いします。今日はりょうくんのために喧嘩は控えましょう。言われてもた。はい、では作っていきましょう。はい。はい、イカちょっと飾り入れてとこな。うん。丸まらないとは思うんだけど、ちょっと天ぷらを揚げるサイズに。イカを切っておいて、ちょっとね、準備だけしとこう。軽くね、だってこのくらいの、それぐらい難しい、ね、うん、どうしようかな。イカ天、どう切れば綺麗に切れるのか、とりあえずね、余計なところを省こう。イカ天を真ん中で、こう切ろう。ちょっとね、悩みます。イカ天どれぐらい幅、だいたいこのくらい、これの大きく、ちっちゃい、横に長くないのそれ、なんで、え、じゃあ横に長く、半分だから、これぐらい、うん、あれちょっと切れとか見えないね。え、これぐらいで、これぐらい、もっと長い方がいい、うん、長くても、もうちょっと太くてもいいんじゃないかなと思うんだけど、これぐらいの長さになってるね、1枚、妹が見えない、あ、だったら横にピッ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 って切っていって、うん、太さはこれぐらい、うんうんうん、うん、そのぐらい、はい、はい、こんなもんかな。これちょっとちっちゃく切りすぎたね。まあ、これこんなもんでいいか。足は真ん中から切ってもらって2個ぐらいに分けようか。いそう。あ、3人分ないでしょ。それ。あると思う。もしできるんだったら3人ゲソが折れるんだったら。ちょっと細くなっちゃうけど、それ3人になると、この、いや、1杯分こんな感じ、あー、もう1杯、うわー、いや、それでいいよ、はい、はい、もう一つの方、足も取っとけばよかった、もう一つの方も取ってこうか、軽く解凍しておこうか、おかずいっぱいあるし、またイカの料理に使えるし、そうやな、はい、うん、よいしょ、はい、で、卵、はい、卵は大して、何ですか、あっちゃん、たまちゃんコラボ、何だっけ、卵豆腐なんだそりゃ、たまちゃんじゃ、あれはカービィや、カービィちゃうわ、トモビだってたまちゃんや、たまちゃんって何やどんなパンの今かけるのか不思議でならない、めっちゃあれだ、巨匠の絵やろが、あれはあっちゃん画伯でしょうが、ファンの人は本当にそう思って見てるかな、あれはたまちゃん、あれ
たまちゃん出ないよ。どうたまちゃん。とあるたまちゃん。何たまちゃん。え、卵溶いて、うん、白身切って、はい、そこにあのおだし。これあれしとかんで、裏ごしとかんで。ああ、いいいいいい。全然そんな必要はない。はい、お出汁をお玉一つぐらい。はい。玉ちゃんだけに。ああ、そう、ああ、そうね。はい。さらっと混ぜられてしまいました。はい、お玉一つ入れたら。そしたら、サランラップ、ちっちゃいサランラップ。ちっちゃいサランラップ、はい。と。かな、おわん。ない。でかいな。でかい、もっとちっちゃい方がいい。もうちょっと小ぶりでいいかな。小ぶりやね。ちっちゃいたまちゃんの方が可愛いでしょ。はい。もうちょっとちっちゃい方がいい。そこにサランラップを。あ、こんなんもあるけど。あ、そっちの方がいいかな。ミニのサランラップを。はい、手に乗せて、うん、器にポチッと、はい、味付け出汁だけでいいの？うん、あ、お醤油もちょっと入れようかな。醤油ちょっと、うん、食べるときにお醤油かけてもいいんだけど、ちょっと気持ち酢でいけるかもしれない、もしかしたら、うん、もうちょっとしたお塩入れてもいいよ。塩入れてもいい。一つまみ、ジャンボの指で一つまみ。はい、じゃあ岩戸の塩。はい、結構手間暇かけてますよ。で、サランラップを用意してください。はい、で指先にあぶせてもらって、3本の指にで、そのままそれをくるっとくるっと器の方に向けて、うん、あ、かぶせるのかぶせる、そうこんな感じ。うん、で、そこに、うん、卵のあれをちょっと流し入れて、はい、それをひたすら繰り返す作業です。はい、そのままで、そこにさっきのあのひじきの具材と、うん、あと余ってる、うん、カニカマのちょっとカットしたの入れてください。たくさんじゃなくてちょびっとね。あれ、カニカマ、あ、出てるわ。半分ぐらい？うん、ちょびっとその半分ぐらい。もっと半分ぐらい。ちょびっと半分ぐらい。うん。これをそんなもんでバラして。はい。バラして、ひじきもちょびっと。はい。で、上を縛ってください。輪ゴムで。しっかりとこぼれないように。はい。こんな感じ。はい、玉ちゃん。はい、玉ちゃん。はい。で、くるくるーっと。ひたすらその作業を行ってください。
んでね。うん。こんな感じ？うん、はい。そう。はい。これをひたすら。ひたすらお願いします。あ、地味やな。はい、もうこれは早送りをしないと見てられない作業です。ここも早送りやな、ほんまに。もう地味に忙しいなんで。卵焼きで言ってどうするか迷ったんだけど、たまには違うものもいいかなって。いいよこれ。ちょっとこれ子供喜ぶやん。ちっちゃい子とかおったら喜ぶかもわからんなこれ。あ、たまちゃんね。たまちゃんはピンク。ここにあっちゃんのあの描いたたまちゃん飾ってもええんちゃう？あ、ここに？そう。結構作れるな、うん、こちはい、まだ沸騰はしてないけど、え、そこに、うん、あ、大丈夫大丈夫、うん、はい、そこにタマちゃんたちを入れて、はい、タマちゃん全員で小ぶりのお皿で、はい、
押さえてください。でそれをね15分あそう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 、あ逆逆あ逆逆だよ、危ねえ危ねえ、はい沈んだ、はい弱火でね、弱火で、はいはい、で15分よ、うん、はい天ぷら行くよ、はい怖いわ天ぷら行きましょう、はい、天ぷら何から行きましょう、イカを最後にして、はい、お野菜お野菜、はい